中川先生の優しいビジネス研究。長年棚上げにされてきておりましたホストクラブ問題につきまして、近年機運が高まりまして、ようやく社会問題として認識されるようになりました。私はこのホストクラブ問題について、ホストクラブの公営化、ホストの公務員化が有効なのではないかということを提案したいと思います。2023年11月、ホストクラブが社会問題として大きく取り上げられるようになっております。 これまでもホストクラブは依存を招き女性が身を滅ぼすきっかけになっているのではないのかそのようなことが創作作品などでも何度となく語られてきたわけですけどもあくまで自己責任のものはたまたごくごく社会の一部でそういうことも起こってるよねという程度に捉えられてきたホストクラブ問題なんですけれども近年その営業手口が巧妙化、高度化しまして 現金またはクレジットカードでの支払いができない女性に対して売掛金の名前で売掛金というのは営業活動や商品は手渡されたけれどもまだお金が支払われていない状態というところでこの売掛金という仕組みを使ってサービスだけ提供したあとで対価は払ってくださいねこのような仕組みが大きく広がりましてこの売掛金が大きく積み重なり 場合によっては売春ですとかそうした指示がホストから女性になされるとこういう事態になっています。まあ言ってしまえば女性のこの売掛金を積み上げてそして女性を水商売に流していくということを行っていきますとホストとしてはいわばこの女性が上げた売り上げを吸い上げる仕組みになっているわけでこれは大変な社会問題だというふうに認識されるようになったわけです。根っこの部分はといえば 非常に孤独感を抱えている社会から疎外感を抱えているそうした女性のこの心の隙間を埋めるようにして男性たちが上手にそこに女性の心の隙間に入っていくそうした方法というものが仕組みとして確立化されていったそれがために今こうして売りかけ金問題ということは起こっているわけなんです。 その構造、はたまた手法に関しては、新興宗教にかなり近しいものがあるとして、近年この新興宗教にもメスが入っていく中で、ホストクラブは問題にしなくていいのか、そのような議論が巻き起こったんです。しかし、依然としてまだまだ国、自治体は大変及び腰になっております。 基本的には民間で行われていることですよねということで介入しないというような姿勢を基本的には維持しておりまして例えばこちらですね東京新聞さんの方での報道の内容なんですけれども歌舞伎町ホストクラブに対して新宿区や警察などは連携をとって何をしたかといえば業界にルールを作ってくださいという要望を出しましたとこれぐらいにとどまっているわけなんです 私は正直こうした対策では全く十分ではないというふうに考えます。業界として自主規制ルールを作ったところで、それをかいくぐるような方法というのはいくらでも発明されてしまいますし、またその業界のルールを破るプレイヤーも現れてくるでしょう。ということを考えますと、この業界の自主規制というのが果たしてどれだけの実行力を持つのかというのはかなり怪しいと思います。 そこで私はこの問題については、ホストクラブの公営化が望ましいのではないかと思います。公営カジノを作るよりも先に、ある種この依存症になりがちで、 考えるようによっては必要悪とも考えられるようなこういう存在であるとするならば古来どうされてきましたかということで言えば公営という形にしてお金の流れが不透明にならないように行き過ぎたサービスを提供しないように国がかなり強い管理を行って運営をしてきたわけなんです。 それが競馬ですとか競輪競艇えそうした物事になってくるわけでホストクラブも公営化というのが望ましいのではないのかと考えるわけなんですその根拠を説明していこうと思いますこの問題の本質は市場の失敗という問題なのだということなんです まあちょっと順番前後しますけど、この先に下から説明しますが、市場の失敗というのは、市場システムが健全に機能せず、正しい価格設定で商品の交換、商品サービスの交換が行われていない状態が市場の失敗というわけです。まあ、典型的にホストクラブはそうですね。で、改めて上を見ていきたいと思いますけども、サービスに低下がないわけなんです。競争原理が働いていないのだということがここから分かってくる。 そして消費者はこのタイミングで正常な判断で支払いが行われていないわけですから市場メカニズムが機能していないマーケットだということが考えられるわけです。ですからまあ一部で売掛金を規制すればそれだけでいいんじゃないのという話がありますけれども繰り返しますが 何らかの方法を規制したとして、次の方法が出るだけであるとするならば、業界全体を公営化する、業界全体を管理下に置くということが必要なのではないかと考えるわけです。そう、改めて強調しますが、こうした存在というのは、従来国が管理下に置いてきたわけなんです。オートレース、競馬、競艇競輪、こうしたものというのは、 厳密に国の方でルールを作り依存症対策などにも様々な手を打ち違法なことが行われないように非常に緻密に管理されて今日まで存続してきたんですまあ競馬などについて言えば問題視されたこともあったわけなんですけどもその度ごとに国から是正が入り公営競技団体の中で議論されてルールが改善されていった結果として安定存続できる状況になっているわけなんですかくして 定価が決まっていないところが問題じゃあ定価国が決めちゃえばいいじゃないか1時間いくらですと法廷で決めてしまえばいい給与が青天井なのでひたすら客から巻き上げる構造があるであれば給与公務員水準にしてしまえばホストでべらぼに稼いでやろうというような人も現れなくなってくるはずです それらのことを通じて、でもホストクラブというのはまさにこの孤独感を抱えている女性たちを救うことができて、そこに一定の節度があれば身を滅ぼしもしなくなるのです、あるとすれば、これはまさに国がある種の公的サービスとして提供するに十分な支出を備えている事業なのではないかと考えるわけです。そんなわけで、 今一番公営化を議論しなければいけないのは個人的にはカジノの前にホストクラブなのではないのか。まさにこれこそが社会の健全なバランスを保ち、女性が身を滅ぼすのを防ぎつつ、孤独な女性を救っていく国がやるべきことなのではないのかと提案したいと思います。